モンキーポッドは、熱帯アメリカ原産のマメカネムノキアカネムノキ属の常緑鉱木。別名、レインツリー、アメリカネムノキ。サマネア属に分類されることもあるが、サマネア属全体をネムノキ属に含める学説もある。日本国内では、ハワイオアフ島のモアナルアガーデンにある大樹が、日立グループのテレビ CM の題材に長く取り上げられており、別名。 日立の木として知られる。豆科の植物。本来の分布はメキシコからペルー、ブラジルにかけてであるが、広く熱帯と亜熱帯の各地に移植されて帰化している。米国ハーイ州では侵略的外来種に指定されている。高さは25メートルほど、枝張りは40メートルほど。樹幹は枝を左右対称に大きく広げた形をしている。 二回浮上服用でシダに似た形をしている葉は日の出と共に開き午後になると閉じる。こううまいにも葉が閉じることからレインツリーという故障の由来となっている。年に二回5月と11月の頃開花する。花の色は赤みがかったピンク色からクリーム色がかった黄色まで様々である。アレクサンダー・フォン・フンボルトは著作新大陸赤道地方機構の中で ベネズエラのマラカイを訪れた時に見た枝張りが58メートルにもなるモンキーポッドの巨木をザマンデルグアルと呼んでいる。この木は現在も生きておりベネズエラではサマンデグエレと呼ばれ国宝に指定されている。偏在は開白色、新材は金褐色。産地によって濃い島目模様が出たり色調が異なる。日本では テーブルや座卓に使用されることが多いが、原産地では家具、民芸品、工芸品など幅広く利用される。インドネシアでは家具用の材としてソワールウッド。適応度は20摂シ35度。10度以下の寒冷に弱いので、沖縄などの地域を除き、日本では屋外での栽培はできない。種はひまわり程度の大きさである。ありがとうございます。